小清水ズ・タ小清水シミは、日本の植物整理生態学者、理学博士、神奈川県足柄生まれ、父両像は、大倉省管理。1923年東京高等、市販学校理科卒後、秋田県立本城中学校で教諭となる。教職を務める傍ら、東北帝国大学にて、ハンス・モーリッシュ教授から植物学の指導を受ける。 その後、京都帝国大学理学部に入学。1927年卒後、同大大学院にて、植物整理生態学者群定官に指示。1930年、京都府女子師範学校教授に就任。1932年、奈良女子高等師範、学校教授。1949年より、奈良女子大学教授。1964年より、手塚山大学教授。 専門は、植物整理生態学。万葉集に読まれた植物である、万葉植物やなら、山和地方の天然記念物等に関する生態学的研究や、小燥院のお物や古代遺跡からの出土物についての植物学的調査などを行った。日本自然保護協会評議員、関西自然科学研究会会長、奈良県文化財保護審議会委員、 奈良植物研究会会長等を歴任。国立公園厚労省、奈良県文化省、文化財保存厚労省などを受賞。1970年君三当随法省助君、1980年生4位に次い、ありがとうございます。